ね、神田明神。桜がもう、来週本当は桜祭りなんですけど、だいぶもう桜、咲いてます。今日はちょっとさ、桜を見に来たわけじゃなくてですね、神田明神の会館で、結婚式ですね。結婚式ですね。最近新人結婚式って多い。